笑いの渦。ジン君のアイデアによる歌割り変更がもたらす衝撃。歌が変わっても、紫かがや君は完璧に歌いこなしていましたね。新しい舞台、新しい挑戦、そして笑いが絶えない一日。そんなシーンが日常にあると、人生はもっと楽しくなるのかもしれませんね。笑いすぎて、腹筋崩壊。ジン君最高でした。そして、突然の歌割り変更、この3人がやってしまうとは、本当に面白くて、笑わずにはいられませんでした。これは、翔くんのアイデアかな？ジン君、たまらないですね。まず、常にユーモアにあふれ、笑いを提供してくれるジン君。彼のアイデアなのか、はたまた突然のインスピレーションなのか、その歌割り変更は、まさに笑いの渦に巻き込まれるようでした。彼の提案に笑わずにはいられませんでしたね。ジン君、神宮寺君、そして岸君の3人が、まるでコメディアンのようないたずらを仕掛けました。神パートを歌う紫かがや君は完璧で、岸パートを歌うジン君は爽快で、平野パートを歌う岸君はあたふたしていましたが、結局、みんなかっこよくて楽しくて、全体的に最高でした。普段からこんな風に遊んでいそうですよね。歌が変わっても、紫かがや君は完璧に歌いこなしていましたね。そして、歌割りを変更した3人。彼らはそれぞれのパートを完璧にこなし、まるでプロのパフォーマーのようでした。紫かがや君は神パートを、神宮寺君は騎士パートを、そして騎士君は平野パートを担当しました。彼らは期待を裏切ることなく、楽しい体験を提供しました。特に、騎士君のパートでは生配信中にトークをしていたものの、最後のゴートの歌割りからいつものわちゃわちゃが始まり、通常運転の3人に大爆笑が巻き起こりました。これがコンサートならではの楽しみ方ですね。しかし、この笑いの渦に巻き込まれた一部のファンは、この情報を載せて良いものかどうか疑問に思っているようです。確かに、これはコンサートならではの楽しみであり、今後 Amazon プライムでの配信がなくなる場合、どうなるのか気になるところですね。そんな中でも、このイベントはファンサービスの最高峰と言えるでしょう。彼らの笑顔と、楽しいエンターテイメントによって、私たちは何度も沼にはまりそうになります。しかし、一方で、いつも自分のパートとは異なる歌を歌うことになると、パニックに陥ってしまう3人の姿も微笑ましく感じられます。それでも、彼らがちゃんと歌い上げ、楽しんでいる姿は本当に最高です。こうした笑いの渦が日常に溶け込んでいることを知ると、人生はもっと楽しく、豊かなものになるのかもしれませんね。私もこれからも、彼らの笑いと楽しみに期待しています。笑いの渦が止まらないエンターテイメント、それがコンサートの魅力です。あなたの体験や考えを聞かせてください。これがコンサートならではの楽しみ方ですね。これを載せても大丈夫なのかな？アマプラ配信がなくなったらどうするのかな？最高のファンサービスですね。これこそが最高のエンターテイメントです。ここが最高でしたね。もう一度、いや、何度も見たくなります。最後に、このエピソードから感じたことや、皆さんの考えをお聞かせいただきたいです。あなたはこのようなイベントを体験したことがありますか？また、あなたがファンの一人だとしたら、このような楽しいエンターテイメントに何を感じますか？どんな意見やエピソードでも構いません。ぜひコメント欄にシェアしてください。